Zoom、はいえー、を使ったオンラインレッスンの説明したいと思います。えっ、ー、と、Zoom をパソコンか、えーと、スマートフォンかなんかに入れる方法ですね。まずは、えっ、ー、と、Zoom ですけど、無料で十分です。このソフトっていうのは、複数人同時参加可能な Web 会議ソフトというもので、えっ、ー、と、オンラインで会社とかでね、えー、と会議するソフトですね。 えと最低限必要なものはメールアドレスとパソコンかスマホかタブレットのどれかあとはインターネットに接続できる環境ですね、えー、と電話回線っていうか 4G とかそういうなんかねやつでもだか大丈夫だとは思うんですけど、まあ、インターネット w i f i とかねそういうのの方がいいと思いますさらに快適に、えー、としたい場合はパソコンでやった方がいいと思います あとはウェブカメラをね、えー、と接続してそれで撮るとなおいいと思いますでさらにインターネット Wi-Fi ではなくて有線でつなげてオーディオインターフェースえっ、ー、と音をパソコンに取り込む機械ですねあとマイクをも持ってるならばそれをつなげて Yamaha のネット DUO2 というものをダウンロードしてやると併用するといいと思われますねえー、とそれに関しては別項目で えと解説しますでこのネットデュオなんですけどネットデュエットなんですけど6月までかなサービスがで6月過ぎると確か新しいソフトが出ると思うのでまあより良いソフトになると思われますけど、えー、とやり方が多分6月から変わると思いますそれについてはもう一個動画を作る予定ですさてまずは PC ののアカウントの取り方ですねもう僕はもうアカウントを取っているので、ちょっと途中までしかちょっと画面が出てこないんですけど、まずはインターネットで、ズームというものを、ズームですね。Zoom 探すと、まあズーム出てくると思います。探すとこんな感じですね。Zoom ミーティングとか、そういうのがあると思います。これをクリックすると、Zoom のこういうところに来ると思います。 ねこの中でサインアップは無料ですっていうのをクリックすれば大丈夫です。ちょっと僕はねサインアウトしないとダメですね、えー。こういう画面ですね。サインアップは無料ですというのが、あこれですね。出てくる。ここにも多分出てると思うんですけど、えー、とそういうようなね、そこをこう押します。で さっき、間違えて、2020年とか言っちゃったな。ね、これは、あの、ご自分の、あの、誕生日入れてくださいよ。これ、僕の誕生日だからね。<laughs> そう、こんなような感じになって、仕事用メールアドレスまあ、ここにメールアドレス入れるわけです。ね。えー、っと、間違いがなければ、うん。 メールアドレスは登録ですね多分メールアドレス登録画面がえー、と開くと思います。で、開いたところにメールアドレスを登録、間違いがなければ確認をクリックすると、ズームの方に、あズームからメールが来ます。えー、っとね、さっきやったんだ。こんなようなね、わかるかな あこ,っちかこんななようなメールが来てるこの真ん中の青いところをにアクティブなアカウントっていうのが書いてあるんですけどこれをクリックすると入もう入れると思いますそうすると登録ページが開いて名前パスワードを適当に決めて入力して「続ける」をクリック、ね、で手順をスキップする」をクリックして テストミーティングの開始の画面が開きますということですね。で、パーソナルミーティング URL、または、ズームミーティングを今すぐ開始をクリックしてくださいということですね。で、次は、えっ、ー、と、ズームのアプリをインストールする方法ですけど、じゃあ、こっちでやりましょう。ズーム、ダウンロード。 さっきのあれだな。まあ、こんなところでね、ダウンロードというページが、あ項目があると思います。ね。まあ、ここにもあるんだけど、ダウンロードというのがね、こうやつですね。えー、っと、モバイルアプリとかね。 マイクロソフト用ね、アウトロックのやつと、まあ、こういろいろこうありますから。で、ダウンロードというボタンを押せばダウンロード。ダウンロード、そうするとここにね、なんか開いて、えっ、ー、と、ダウンロードを、ダウンロードして実行とかね、そういうのが出てくると思います。で、スタートメニューより、スタートズームをクリックして登録したメールアドレスとパスワードを 入力ししててサインインンください、ね、僕の場合はもう登録してあるので、ね、こういうのがあります。これをクリックするとこういうような画面になりますね。で参加する時はこの参加をクリックしてここに ID かその会議室の名前かを入れて で、参加と押せば参加できると思います。えっ、ー、と、そしたら設定方法ですね。えっ、ー、と、右上の歯車、設定、これですね。設定を開くとこんな画面になって。で、このオーディオをクリック。そうすると、ここに スピーカーは何に使ってるかマイクはどれを使ってるかっていうのが出てくると思うんですでそれの中で何もつなげてなかったら、えー、と内蔵出力というのを選んでくださいこちらは内蔵入力ねライン入力を選んでくださいえっ、ー、とマイクでこう撮ってるとこういう風に触れるわけですねそういう風になってると思いますでさらに詳細を押してくださいでこうやってさらに詳細で 無効化無効化自動というふうに選んでおくといいです。でこれでもう使えると思います。これがパソコンの方ですね。今度は、えー、とスマホとかね、えー、タブレットの場合。これは iPad の画面ですけど、まあ、同じくアプリストアというのがありますね。アプリストアをクリックすると、 ククリックするととちょっと待っ待てくださいねね再生ねアプリストアをクリックすると、まあ、このような画面が出てくるわけですね。そうすると、これの検索でズームと入れればいいわけですね。検索をします。ね、ここにズームですね。 あもう出てきました,、ね、っちゃったこれですね。ズームとか、ズーム無料とか、ズームアプリとか、その辺です。そうすると、こんな画面で僕はもう買っちゃってるので、買っちゃってるというか、落としてるので、もう開くと書いてありますけど、これを、ね、ダウンロードしてください。そうすると、ね、さっきみたいなミーティングに参加とか、こういう画面が出てくると思います。あえっ、ー、と、ダウンロードしてからね、そのソフトを押すと、 こういうい画面になると思われます、ね、ここもセッティング、ね、押したりなんかしてさっきみたいなこういうような形にしておく方がいいですね。確かね、えー、と iPhone とかよ iPad とかはつな、えー、げてる時にこのセッティングは確かできないかったと思うんです。 だから一回接続を切ってからじゃないとこの設定ができないので前もってこの設定をしておくといいと思われますさてさてさてこんな感じでしょうかそれでもうズームというアプリはもう使えると思いますねこういう説明を作るの難しいですね, <laughs> ねまあいろいろ勉強になりますねえっ、ー、とちょっとわからなかったらねズームの えーとーなんだダウンロードの仕方とかね使い方とかいうね YouTube なんか見てみるといいと思いますこんなのよりも全然分かりやすいのがいっぱいありますまあ僕もそれを見たんだけどねなのでちょっとやってみてくださいでもう一個の,があの動画でヤマハのネット利用ですかの説明をいたしますじゃあ頑張ってみてください はいえー、ズームのアプリを下ろすとズームのアイコンが出てきますね。それをタップするとこのような画面が出てくると思います。ミーティングに参加をタップ。ね、ミーティング ID というのが出てきましたね。これを、えー、と入れてもらいます。どんなやつかっていうと例えばもうこれもないですけど、えー、と3桁、4桁、4桁の数字が下に出てますね。こういうのを入れてください。 そして参加青くなりますの、ね、で参加を、えー、とクリックするとクリックというかタップするとそうするとパスワードを入れてくださいっていうふうなことになりますでパスワードミーティング ID とパスワードはこちらから事前に送るのでそれを入れてくださいそうすると,、えー、と接続しますねえー、と接続した後にこちらからえっ、ー、と こちらから繋げるとあの接続しますので、それで3回目になります。では、やってみてください。